ニューモデル続々デビュー。 Everybody J-Phone、 せがれが先にカードを持ってたんですよ。そしたら親が持たないわけにはいかないでしょう。あ、こんな時代だし、いいことして知れるわけだからやっちゃえってんで、若い頃あんまりいいこと知ってなかったからな。今はカードには臓器を提供しませんに丸をつけています。うん、お母さんがやっぱりダメって言うんですよ。あなたの意思を携帯してください。臓器移植のこともっと勉強して、臓器提供意思表示カード。今度のフィニッシュコーア A は、喉の痛いところを治している間、新配合のミントがなんとも爽やかな気分にさせてくれる。で、そうしているうちにあらという感じで痛みが静まる。これがフィニッシュコーア A です。 JALO は広告を審査する民間の団体です。ほう、民間の。嘘、大げさ、お誤解を招く広告を審査し、問題のある広告については改善を求めます。ん？改善？広告がもっと社会に役立つために、 JALO 日本広告審査機構。長らくお楽しみいただきました20世紀は間もなく終了いたします。今世紀、私たちはいろいろなものを作り続けてきました。そしていろんなものを捨て続けてきました。捨てる世紀で終わるんですか？21世紀の子供たちのために生かす世紀にしませんか？個人のプライバシーや名誉は傷つきやすいものですから、放送は細心の注意を払わなければなりません。でももしあなたが傷つけられてしまったら、BRO にご相談ください。 BRO は放送による人権侵害を救済する機関です。あなたとテレビのより良い未来のために。覚醒剤はあなたの人生を粉々にします。僕が子供の頃、日本は様々な医療支援を受けていました。でもまだアジアにはワクチンを待っている子供たちがいる。この子たちはあの頃の僕らと同じなんですよね。電話でできる募金0990-588-889。今度は僕らが支援する番です。うん、キャベツもんでね。まあ、私なりのマナーというか大人ですな。私なんぞつい液キャベマニ。はい、いえいえ、お若いですな。一応はキャベツか液キャベでお大事に。Okay, guys.